ハイライトヤン予測、ネイビーの楽曲をリメイクした、道で、発売、ミュージックドラマの最初のエピ。ソード曲写真イコールアラウンドアッシャイライトのヤン予測がネイビーの、道で、をリメイクした。恋愛プレイリストの制作会社プレイリストで、新しく披露したミュージックドラマ、レプレイリストの最初の音源の主人公になったのだ。ヤン予測は特有の甘い歌声で、レプレイリストの始まりを告げた。ヤン予測は17日午後6時、韓国の各音楽配信サイトを通じて、R、レプレイリストの最初のエピソード曲、道で、を発売した。これはネイビーの、道で、をリメイクしたものだ。レプレイリストは、最近最もホットなミュージシャンたちが隠れた名曲をリメイクするミュージックドラマだ。プレイリストのドラマ、17の主人公カップル、シウヌ、キムドワンとキムセリ、ユヘインの裏話を書き、視聴者たちの感性を刺激する。写真イコール、道で、ミリボルトキャプチャーこの日、音源と共に公開されたミュージックビデオでは、チウヌがバスに乗って過去のキムセリとの恋愛を思い出す。ヤン予測の、道で、は、チウヌとキムセリの恋愛過程が、別れた後の姿と調和して没頭感を高めている。何より、ヤン予測の訴えるような歌声が圧巻だ。ヤン予測は、この道で君に出会えることができれば、あの日のように君を離さない、涙が止まっても、君を消すことはできないと思う、などの歌詞を通じて切なさを表現した。ヤン予測はこれまで、ハイライトとしてもソロアーティストとしても素晴らしい歌唱力を認められてきた。彼は各音源プロジェクトのキャスティングでも1位指名され、歌う楽曲ごとに高い人気を得た。そして今回の、レプレイリストの音源でも、発売と同時に好反応を得ている。プレイリストは、恋愛プレイリストと、17、花エンディング、5。の花のようなエンディングなどで有名なウェブドラマの制作会社だ。ヤン予測は2月にミニアルバム白を通じて人気を博し、6月16日と17日にはソロ単独コンサートを開催した。